思ったんで、皆さんにも楽しいものとかいろんなものこれからもたくさん作って、そしてイベントも届けていきます。そして1月12日もあっちの方で頑張りますので 2、3キロぐらいのところで頑張りますので、ちょっと大きいイベント、秋から年末年始にかけてたくさん準備して今動いているので、またこのイオンさんで本当に本当にありがたいんですよ。ここがなかったら申し訳ないけどこんなに帰ってこれてないです。多分3ヶ月に1回帰ってきて、藤井浩二さんでワンマンライブさせてもらって、それも楽しいしいいんですけど、もう次の目標がおかげでたくさんできてますし、あと何か言おうと思って忘れてるんです。今何だったかな、また思い出したら中に書きますわ、めっちゃ大事なことなのに一番、まあいや、まあ、こうやってね本当に今まで出雲さんが、まあ、さっきも何回も言ってますけど、こういう場所を提供していただくので、今回はね、矢田君ゲスト来てくれましたが、この間矢田太郎来てもらって、大樹に来てもらって、で秋山君にも来てもらって、でいろんなことがねさせてもらえるっていうのは本当にないので、これをきっかけに本当にイオンモールを音楽であふれる場所にして、できるように頑張って、でみんなにはたくさん来てもらえたら、それが力になりますし継続になりますので、ぜひまた力を貸していただければなと思います。6月15日またこの場所で、次の日は出雲アポでまたライブもありますので、よろしくお願いします。あ、そうだ、全然ごめん、大切じゃないこともないけど大切でないような、今日佐々木さん来てなくて一人なんですけども、佐々木さんは別に来なくなるわけではございませんので、心配している方がいらっしゃいましたが、あの方高いんで嘘で、大事なワンマンライブとか、結構大きいイベントとかは変わらず一緒に来てますし、関西でも一緒にやってますので、気が安心していただければ、佐々木さん の絵のグッズがまた届くと思います。この間なんか書いてました。なので新しい作品も楽しみにしていただければなと思います。で大事なことは忘れてるんで、また今度何かでお知らせします。それではラスト1曲聴いてください。さあ、それではこの後ゲストの矢田君のステージになります。またどこかで共演が絶対ありますので、今日しっかり最後に聴いてくださいお願いします。不思議の国なんです。手押し熱いですが、よろしくお願いします。どこも怖いどこだ、夢の中の世界、まだ見ぬ世界の果てのどこかな、なのかな、表向きの窓の中で次々に現れるモンスター的な味方が、そんなこと考えてる暇なんて、次々に世界は進んでいく、僕らの君もまさにそう、目が苦しく世界は進む、追いつくこともできないくらい、でも進むしかないんだ、せーの、君のI'm not afraid to die.
ました。エクストでした。どうもよかった。たけし君の政治になります。そして、ぜひご飯もこちらに持って帰っていただければなと思います。ありがとうございました。エクストでした。